規模を拡大してやっていきたいと思いますので、ぜひともですね、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。インフィアートというのはですね、アーティストが作るアートではなくて市民が作るアートで、市民が主人公になるアートイベントです。ですので、僕らがいくら頑張ってもこの作品ができなくて、今日もそうです。これだけ200人の方々がいたからこういった大きな作品ができました。ですので、ぜひですね、また今後、まだこれから30会場以上まで5月にかけてありますので、ぜひともまた参加していただければと思います。今日はどうもありがとうございました。藤川代表理事よりご挨拶申し上げました。引き続きまして、ご来賓の方々よりご挨拶を頂戴いたします。はじめに東京都知事小池百合子様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ご紹介いただきました東京都知事小池百合子でございます。東京花の絨毯インフィオランタ2018のご開催、誠におめでとうございます。私も昨年のインフィオランタ一箇所参加をさせていただきました。その日も残念ながら雨でしたが、しかし花びらを ひとひら添えるだけでですね、花が完成するということに参加できたことを大変嬉しく思っております。これから藤川代表理事からも話しありましたように、ピョンチャンが終わると東京大会の準備が加速させねばならないわけですけれども、こうやって、花でお客様をお迎えするというのは大変素晴らしいアイデアだと思っております。特に今年はですね、明治維新ということもこれあり、江戸から東京に変わりましてちょうど150年という節目に当たります。いろいろなお祝い事を東京で各地でやっていきたいと思っていますが、これまでの培った江戸の文化、そして東京が今日進月歩で進めている技術革新、オールドミーツニューという考え方で、古き良きものは大切にして新しいものを作っていくという考え方で、これから2020年に向かってどんどんとおもてなしの準備をしていこう、このように考えているところでございます。今日は残念な雨でございましたけれども、200名の方々がそれぞれ一輪一輪、お花を挿して、そしてお花の完成に、ご協力されたということでございます。オリンピック、パラリンピックも同じように、都民の皆さんのお一人お一人のご協力で、なるものでございますので、こうやって花一輪を差し込むように、ぜひ都民の皆さん、そして日本の皆様方が東京大会を成功に導くためにも、ぜひ一つ一つのイベント成功させていきたいものだとこのように思います。3月25日までずっと続けておられると、でもここの会場はここは25日ですね。東京の会場、さまざまなところを回られるということでございます。ぜひ、誰もが大好きなお花で、これからは桜の季節ではありますけれども、こうやってインフィオラータで東京をきれいにして、そしておもてなしの心を世界へと発信してまいりましょう。本日おめでとうございます。小池百合子様、ありがとうございました。続きまして、千代田区長石川雅美様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。地元の千代田区長の石川でございます。この催しは確か昨年の3月18日にこの場所で開催されました。とても寒い時期だったわけですけど、私がご挨拶で花の絨毯東京中に広がったらいいな、そしてこの催しがぜひ続くことを期待をしていますと申し上げまして、2回目はこのようにですね、開かれることに対しまして大変嬉しく思っております。当然
2020年東京でオリパラが開かれます。花の絨毯がたくさんの内外の方々のおもてなしの推移だろうと思いますけど、もう一つはオリンピックは平和の祭典ですから、私はこの絨毯がフラワーピースという思いでこれから皆様方でこの輪を広げていきたいなというふうに思っております。本日はどうもありがとうございました。石川雅美様ありがとうございました。続きまして、国土交通省観光庁観光地域振興部長、米村武史様、よろしくお願いいたします。東京インフィオラーザ2018が盛大に開催されますこと、心からお喜びを申し上げます。近年、日本を訪れる外国人の旅行客、過去例を見ない水準で増加をしておりまして、必ずしも外国に限りませんが、その旅行スタイルというのは団体から個人、物消費からこと消費へと大きく変化をしております。観光を都市や地域の活性化に結びつけるためには、このような旅行者の変化するニーズを的確に捉えて、その地域ならではの体験型のコンテンツ、体験型のコンテンツを充実することで、その地域での満足度の向上、滞在時間の促進、ひいては旅行消費額の向上につなげていくことが必要であります。観光先進国を目指す日本ですが、観光振興に必要である4要素というのがあります。これは気候と自然と食事と文化、気候と自然と食事と文化ですが、これが全て備わっている。これはフランスが世界で一番観光客を集めてますけれども、このフランスと並んで世界でも非常に稀な存在だと言われております。イタリアも多分近いものがあると思います。この自然の花々を用いまして、東京各地をキャンバスに、住民の皆様の手で旅行者の皆様を迎え入れる、この花絵を作成する、このインフィオラータ、気候と自然と文化、この3要素にまたがる珍しい取り組みかと思っております。日本を訪れる旅行者をもてなすことにとどまらず、気候と自然を通じて日本の文化を伝えるという意味でも、観光振興にとって大変重要なものと考えております。また先ほど申し上げました通り、今世界中のさまざまな国や地域から旅行者が日本に訪れてきております。この中で外国人旅行者だけでなく、国内の皆様方にも色鮮やかな花々を使った花絵を見ていただいて、東京などをキャンバスに魅力ある日本の四季の一端を堪能していただく、このことで新しい日本の魅力に気づいていただければと考えております。ご来場の皆様方におかれましては、趣向を凝らした各種の花絵を見て楽しまれるだけでなくて、ぜひ花絵の創作活動のこの体験を通じて、周囲の人々と触れ合っていただいて、新しい体験を楽しんでいただければと思っております。皆様が花絵の創作を楽しまれることで、訪日外国人の方々に対しても花絵の持つ自然豊かで美しい魅力が雰囲気を通じて伝わっていくと考えているところであります。最後になりましたが、一般社団法人花絵文化協会の皆様およびご来場された皆様方のご健勝と、このインフィオラータのご成功を、その大成功をぜひ心よりお祈り申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございます。米村武史様、ありがとうございました。皆様、大変お待たせいたしました。これよりご列席いただきました皆様と共にインフィオラータを完成させていきたいと思います。ご列席者の皆様、スタッフが花絵の前まで順次ご案内してまいりますので、今しばらくそのままお待ちください。それではもうご移動いただいていますが、報道関係者の皆様、花絵前プレスエリアまでご移動いただき、ご準備をお願いいたします。準備が整うまでどうぞ今しばらくお待ちくださいませ。ステージ前でご観覧のお客様も、よろしければ花絵の前で完成の瞬間を一緒にお祝いしていただければと思います。
します。